2015年本気でダイエット始めました。昨日が72までいったんですけど、今日は73ですね、朝ね。まあ、昨日ちょっと寝る前に炭水化物食べてしまったんで、ちょっと増えてしまいました。まあでもグリコーゲンですね、筋肉の中にグリコーゲンが蓄えられてますんで、まあトレーニングの後はどうしてもグリコーゲンを補給したいところありますんで、ちょっとまあたまには炭水化物を食べてしまいます。まあ、基本的に低炭水化物、低糖質ダイエットやってるんですけれども、炭水化物を抜くっていうのはなかなか難しいですね。まあ、ダイエット効果は、低糖質の方が上がるとは思いますけれども、完璧に抜くのはなかなか難しいです。まあ、しかし、まあ、いろいろ前のダイエットもちょっとずつ変えていかないとですね、今もう糖質制限っていうのは一般的になりつつありますので、今年はそれを試してみたいと思います。まあ、メンバーの人にはちょっとですね、糖質を抜くっていうのは難しい人もいらっしゃると思うので、基本的に低カロリーダイエットですね、脂肪を少なめにして全体バランスよく食べるっていうダイエット方法をご指導しています。今年は私が低糖質ダイエットを試してみて、調子良ければ、まあ、メンバーの人にも進めていきたいと思います。2015年本気でダイエット始めました。もうあと2キロしかないからですね、70キロとこまでしかいけませんので、逆にあと2キロしか落とせないかなと思ってちょっと寂しい感じですけど、まあ楽しんでいきたいと思います。一緒に頑張りましょう。